ウロポルフィリノーゲン3シンターゼとは、ヒドロキシメチルビランをウロポルフィリノーゲン3に変換するポルフィリン代謝の第4番目の反応に関わる酵素である。ヒドロキシメチルビランがウロポルフィリノーゲン3シンターゼによって縮合し、管を巻くとウロポルフィリノーゲン3となる。この際、ウロポルフィリノーゲン3シンターゼの働きにより4つのピロール缶が整然と並んだ。 ヒドルキシメチルビランの一端のピロール管一つだけが反転して縮合脂管を形成する。ウロポルフィリ農源3シンターゼが働かない場合、ピロール管が整然と並んだままのヒドルキシメチルビランが自発的に縮み管してウロポルフィリノーゲン I が生成する。ウロポルフィリノーゲン I はウロポルフィリ農源脱炭酸酵素の基質となり、コプロポルフィリノーゲン I へと変換されるが、 これは、コプロポルフィリノーゲン酸化酵素の基質とならないため、プロトポルフィリンには至らない。ヒドルキシメチルビランヌロポルフィリ農源3。ヘム合成は、細胞質やミトコンドリア内で反応が起こる。この酵素の欠乏は、ガンサー病を引き起こす。はじめに、ポルフィリン症。メルクマニュアル18版日本語版。ありがとうございます。